マゴモモチは朝3時50分まで対戦して、ラストオーダーの4時の中華食べに行った。ああ、いいっすね。なんか、スト5の初期思い出すな。いや、懐かしいな、そういうの。スト5の初期とか、ほんまにみんな平和島に集まって、で、ほんまにもう夜中中対戦して、朝、すき家とかに行って、みんなでご飯食べて、そこでついて話して、じゃあまあ、帰るか、みたいな。やってましたね。めちゃくちゃ懐かしいわ。腹減ったな、みたいなね。徹夜で対戦した後の話は絶対面白いからね。青春でしたね、スト5は。本当に。対戦会しまくりからの、みんなで海外遠征してっていうのをいつもやってたからね。うん、5より、4より、あ、まあ、自分は5からなんで、プロ活動しだしたのは。断然5ですね。4は俺そういうのはやってないですね。サードの時はかなり対戦やりましたけど。サードの時とかはほんまにモンテが、なんか知らんけど、まあ大阪のモンテカルロってゲーセンがあるんですけど、なんか日の出から開くんですよね。まあ、夜の仕事してる人も多い場所やから、早朝が結構やってて、でも開店から行ったりとかね。閉店までゲーセンで対戦して、で、その後なんか夜公園でみんなで喋って、朝の7時からとか、まあ当時朝青龍が強かったからそれを朝青龍って呼んでたんですけど、通称朝青龍。モンテに回転攻めするっていう。で、それで昼ぐらいまでやってみたいな。よくやってましたね。で、4は俺そういうのやってなかったですね。全然。あんまり。やっぱ5ですね。5の時にほんまにやりましたね。めちゃくちゃ。毎日対戦しましたから。4の頃ハイテンさんプロになってって声がそうだ。あー、じゃあそれはでも、まあおかげさまで、そうですね。慣れたって感じでしたね。朝8時から開いてるゲーセン、学校サボった時にすごい、そうですね。だから、いろんな人がいて、朝行くと結構いろんな人がいて、まずいるのが、スロットの開店前にいるやつ がまずいて、あとは、夜食の人、ホストの集団。で、そのホストの集団って基本的に朝にしかいないんですけど、そのホストの集団の中で一番強いやつが夜にも徐々に現れるようになるんですよね。あれが面白かったね。その、よりすぐりのホストみたいなやつが、なんかね、活動幅を広げてくるんですよ。ちょっと多分、試したくなるんでしょうね。自分の腕前を、おそらく。彼らも。そのホストの中やったら負けんくなってくるから。で、それが夜の常連だったりとか。そうそう、ホスト同士で対戦してるんですけど、朝は。結構そういうの面白かったりね。だやっぱり、空いてる時間、幅広いと、やっぱり、いろんな客がつかめるんだなっていう。そのホスト勇者がやっぱいるんですよね。物足りなくなってくるっていう。で、夜にボコられて、みたいな。で、またそれはそれでハマっていくみたいなね。カップエスとかめっちゃ多かったからね。人気がありましたね。